フィリップ・ヘンリー・ゴス、1855年、フィリップ・ヘンリー・ゴスは、イギリスの博物学者、科学作家、聖書の天地創造説と地質学の成一説を融合させようと試みた、詩人エドモンド・ゴスの父親である、イングランドのウスター生まれ、進学上重要な提案をしたが、聖職者ではなく進学の教育を受けたわけでもなかった、ニューファンドランドへ移住すると、 昆虫観察に没頭した。カナダ、アメリカのアラバマ州と移り住み、1839年に英国へ戻った。その後科学作家に転じカナダの昆虫やジャマイカの鳥類、海生生物等の著作を発表した。また、ロンドン動物園で海水を使ったショーを世界で初めて可能にした。英国のイソギンチャクとサンゴゴスによる、 海洋生物のイラスト -1860 年ゴスは地質学をよく理解していたので地球の年齢が聖書の記述よりもはるかに古いと認めていた。しかし同時に当時の多くの人と同じように想像論者でもあったので聖書の記述は正しいとも考えていた。ゴス以前にこの矛盾を解決するいくつかの説が提示されており代表として聖書の記述は 比喩的であり、7日で天地が創造されたのではなく実はもっとはるかに長い期間であるなどがある。しかしゴスは、ジェームズ・アッシャー司教が想定した、紀元前4004年の時期通り7日間での創造と観察されている地質学的年代の矛盾を解決するために、それらとは全く異なる仮説を提唱した。それが1857年に公表されたオムファロスである。詳細は、 オムファロスを参照しかしこの仮説はゴスが予想していた無神論者からだけでなく想像論者からも厳しい攻撃にさらされた。神がいたずらに化石や地層を世界中に作ったと考えるのは悪趣味であるとして受け入れられなかったのである。1857年、チャールズ・ダーウィンが主の起源を出版する2年前のことであった。オムファロス説が友人からも拒絶され、 ショックを受けたゴスは、神学論争から身を引いた。晩年には、殺人や宗教を扱った小説を残している。ゴッセは、植物の学名で命名者を示す場合に、フィリップ・ヘンリー・ゴスを示すのに使われる。ありがとうございます。